きます。はい、78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。沖縄ビジネスサテライト。沖縄県内の法人は約25,000、昨年だけで1800社もの会社が誕生しています。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートを行っている3人のパーソナリティがビジネスや経営に役立つ情報をお届けします。毎週ゲストとして県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話から成功の秘訣までぶっちゃけ話を聞き出します。うちなんちの皆さん、あなたがよく知っている商品や会社の裏話聞いてみたくないですか？皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の代表 MC は私、組織人材コンサルタントの伊波直子と、副代表 MC はシーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの金城勤務で、お送りいたします。あったではですね、ちょっとまあちょっと社長をちょっと放置しながら自己紹介をちょっと簡単に私たちのからさせていただきます、ね、はい、お願いします。すいません、私ですね、伊波はですね、企業の人に関するあらゆる課題を改善して事業を活性化するコンサルタントをしています。会社の理念とかミッションに沿ってですね、人が目的意識を持って働ける、組織を構築します。組織に会社の夢と働く人の夢がリンクするところを作ることで、人が経費ではなく継続的に資産にするのが得意なところです。はい、私、企業は、企業のですね、および個人事業者のですね、資金調達を含めて、課題を解決するための、事業作成というですね、具体的には、企業の現状把握を行って、どこに、ボトルネックがあるかを見つけ出して、経営者のですね、頭の中にある課題を計画書という紙に落とし込んで、創業の計画から既存事業と新事業の相乗効果を見込める計画書のサポートや、計画がですね、予定通りに進むための PDCA 支援、計画から行動チェック、また新たな行動ということを行っております。はい、はい、では沖縄ビジネスサテライト、はい、今日はこの2人が番組を投げベートします。はい、よろしくお願いします。はい、もうお隣にいらっしゃるんですけれどもここで、ゲストを呼びします。はい、本日のゲストは大新株式会社の、代表取締役赤嶺勝利社長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、どうも、よろしくお願いします。もうどちらかというと、ね、大丈夫ですか、皆さん緊張してみたいですそうですよね、なんか硬いですよ、なんかもう MC がほぐしてもらってるいやいや、そんなことないですけどもうね、赤嶺さんといえばもう有名で、沖縄では、いやいや、そんなことないですよ、はい、もうあらゆる会の司会をされているので、私たちの方がたちたちになっております。いやいやいや、全然全然でも今日は一応ですね、社長のヒストリーをそうです、ね、お伺いする番組なので、はい、私から喋らせていただきます。はい、お願いします、はい、では赤嶺社長の会社、はい、何をされている会社か、ラジオの聞きの皆さんに。そうですね、はい、時間もあれですんで、大新株式会社という会社名ですけども、はい、食品の卸売業ではあります、はい、で主にお肉、魚、はい、それから惣菜、はい、あと生鮮魚介類も扱っておりまして、はい、あと皆さん、ご存知かと思うんですけども、自分たちで惣菜を作るオリジナル商品も
あると。それをまあ県内の二次卸、ホテル、量販店、病院、その他諸々にまあ卸すという、商品を卸しているという、まあざっくり言いますと、まあ卸売業ですね。はい。ね、金城さん、の県内に、はい、あの車走っていると必ず1日に1回は丹心さんの私車見るそうですね、まあ、確かに南部から北部まで、はい、そうですね、30数台は多分走ってると思いますので、はい、30数台ですか、車のなんか横に丹心さんのマークが、そうですね、ロゴマークがあるんですね、はいはいはい、すごくね、印象的で、はい、いつも頭に、はいはい、はい、丹心さんは、うん、創業はいつですね、創業1967年になります。で、もともとは実は耐震冷凍株式会社、冷凍がついてたんですよ。で、これが前社長、現相談役が社長に就任された時に、もう冷凍がつくと冷たい感じがするのと、あとは冷凍以外のもの、先ほど申し上げました生鮮魚介類とかチルドのポークとかビーフとか、それも扱ってき始めてましたので、それでもう冷凍がなくなって耐震株式会社という形です。では創業者は、ええ、勝利さんじゃなくて、創業者は私の祖父になりますね、おじい様が、ええ、ただその実は社名も由来がありまして、おろくの大峰という地域がありまして、はい、その大峰が伸びる会社にしようということで耐震なんですよ。あ、私大きく伸びる、まあ、それも含まれてますけど、実は大峰地域に何か事業を起こそうということで、私の祖父は実はもともと政治家でですね、沖縄の県漁連の理事長も専務理事もやってまして、それがまあ一旦落ち着いて、まあ地元の有志が集まって、おろくのなんか経済同友会みたいなのも作ったっていうお話も聞きました。そこで最初はホテルをやろうかとか、ボーリング場を作ろうかとか、そういういろいろ話があったらしいんですけど、今からはコールドチェーンだということで、まあその商品を扱うようになったらしいです。はい、もともと地域を元気にしようっていう、そういうことですね、取り組みの一つだったんですね。じゃあ、上峰さんの勝利さんが継がれたのはいつから社長に？僕はですね、4代目なんですよ、実は。で、あのファミリー企業っていうんですか、あ、はい、それではないんです、うち株主が、もともとの株主 が最初7名か8名だったかな、ちょっとごめんなさい、ドロスレしましたけど、で、いろんな人たちの投資、まあ、資金が入っている会社なんですね、なので2代目は植地さんという方で、もうお亡くなりにちょっと残念ながらなりましたけども、なりまして、で、3代目が私の父の現相談役の勝美がなりました。それで私になります。じゃあ、私8年目ですかね、今年社長に就任して。そうなんですね。2011年に就任したしてます、はい、なんかそんなに7年目か、はい、なんか短いなんか気がしました。もう少し長く、いや、まだだから全然、実は経営者としてまだまだひよっこでございます。いやいや、本当に、なんか特に貫禄があるので、私もう少しなんか長くされてるかと思ってました。だから52年目、もう来期3年目ですかね、なるんですかね。50周年記念を一昨年その前からやりましたんで、おめでとうございます。いえいえ、今日その時に作った一応冊子も持ってきたんで、エアさんにプレゼントします。本当ですか？本当です。これ、後ほどまた。あ、すごい。はい、あ、でも、写してください。写します。はい、じゃあ、出して。なんか、すごい。ババーンみたいな。はい、すごい。50年を境に初めて写真みたいなのを作りました。素晴らしい。はい、ちょっと、中はあれですか？まあ、いいですけど、時間が。ね、なんか、見たいね。後ほど。こんなね、やっぱり、それだけの思いがないとここに作るっていうところまで至らないですよね。そうですね、やっぱり歴史を知らないと、うん、もう本当に若い社員たちもそうですし、私も当然ですし、うん、この会社がなぜできたのか、何のために作られたのか、うん、で、今後どういうふうに方向に向かっていくのか、うん、それも含めてやっぱり歴史を知らないと、うん、社員教育も含めてなかなか難しいんじゃないかということで、まあ、50年をきっかけに作らせていただいたという形ですね。いやいや、でもうちのこれは常務と役員の常務と、まあ、総務の担当課長がもうメインになって作ってくれたんですけども、はい、そうなんですね。もうその8年前に、まあ、お父様から引き継がれた時っていうのは、そのスムーズにこう経営っていうのは、継承自体はスムーズだったと思いますけど、私自身がその社長って何をするものなのかなっていうことすらわからないまま、まあ、株主総会で承認をいただいて、引き継ぐわけですけども、ただやっぱりこう手書きのですね、私が専務になった時に、役員としての心構え10か条みたいなのをいただきまして、バーッとこう本当に手書きの殴り書きの、引き継ぎ書みたいな感じのね、この経営者としての考え方ということを
渡されたのは覚えてます。ですからまあそれほど逆に言えば合わせ構成というのはもう引き継いだ以降は全く言われたことはないと言いますか、あの当然会議とか数字とかその辺はいろいろ確認事項はありますけど、基本的にあれだダメだこれは構成合わせということはもうほとんどなかったですね、この8年間。暗中模索というわけではない、なんかこう一応基礎がもうできてはいる会社だと僕は思ってます。ああの数字からするとですよ、うんうんうん、ただやっぱり今のある業績も当然前社長が築き上げたものですし、私は引き継いだだけなのでこれからですよね、うん、来年の2月で実はもう本当にいよいよ定年退職、今取締役もついていない相談役で週に1回だけ会社に来るんですけども、うんうん、もうそれ もう一応引退という形で実質だからそこからまあ勝つ年の船が出ていくみたいな、そのための今まあ序章というかプロローグというかもう準備期間としてここを位置づけている感はありますよね。はい、じゃあそれでほとんどもう勝つ年船はもうできてきてる。いやできてないですよ全然っていうのはうちの専務と常務がもうベテラン組で創業耐震オンリーで来られてた方で40数年間ずっと頑張ってきた人たちもあと数年でも定年を迎えるんですね。そういった意味で本当に後継者作り、いろんな意味での私もそうですけども、今度社内の役員経営陣の後継者作り、あとはその幹部作り、それから今後人手不足と言われる中でのこの組織作り、まあ、とにかく人を育てないともう企業というのはいつか潰れるなっていうのは当然ですから、それを最近ひしひしとデジ感じてます。デジ感、はい、赤嶺さんのすいません真面目な顔ふざけてもダメでしょすいませんでもやっぱり赤嶺さんからいつもあの伺いするの人、そうですよやっぱり、うん、いくらいいものを作っても、うん、いい機械を入れてもいい商品を安く仕入れても結局この、まあ、今ネット時代でボタン一つで商品が買える時代に、うん、やっぱりそのお客様に顔と顔を見せて、うん、そしてこう物を提案していくわけですから、うん、やっぱこいつから買いたいと思ったりとかですね、会社に来られたお客様にああ大使に来てすごいなんか元気もらったとかですね、うん、それってやっぱ人じゃないですか、やっぱり人ですよね、だと思います、絶対人だと思います。もう学歴とかスキルとかよりもやっぱ人間性というか価値観が一緒っていうか、うん、そんな感じが最近本当にこの数年間でよくも感じるところですね。人材育成で、はい、その今大切にされているところとか、はい、今経営で、ええ、こう取り組まれていることっていうのは、はい、まあ、基本的にその人間力の強化とかってかっこよく言ってはいるものの、うんうんうん、人間力って何ですかみたいな感じで Google で調べたらそれなりに出てくるんですけど、うん、ようわからないんですよね、うん、僕が言ってるのはやっぱり基本の徹底なんですよ、うん、朝来たら会社で挨拶してますか、うん、やっぱりやってないんですよ、よく見ると、うんうんうん、タイムカードをしてスーッと行く人もいますし、うんうん、ラジオ体操の鐘が鳴ってもやる人もいるしやらない人もいるし、これが十数年前20年ぐらい前、うん、それから僕が入ってきて、まあ、体育会系のノリではないんですけども、やっぱり基本の徹底じゃないですか、ゴミが落ちてたら拾う、電話が鳴ったらすぐ取る、うんうん、人が来たらいらっしゃいませ、そういったものもできないのに、うん、商品売れるわけないよ、行ってお客さんに商品提案して本当に買ってもらえるかっていうところからですよ、うん、ですからやっぱりこれ基本の徹底っていう部分でいろんな意味で、まあ、仕掛けと仕込みと発声練習だなんだかんだ、もうそれこそ自衛隊軍隊じゃないですけど、そういうことも今でもやってますし、挨拶なんかも徹底してやらしてるんで、まあ、ある意味それでも僕の中では7割とか8割ですけど、まあ、そこそこできつつあるかなっていう感じではありますね。それがお父様の時代と勝人さんの時代と今あの変わってきてるだと思います。やっぱり親父ってあの父の時代は、うん、やっぱ何でも売れる時代じゃないんですけど、やっぱり物がまだ世の中にそんなにない時ですから、特に輸入のビーフとかチキンとかポークとか見たことのないようなウインナーだ焼き鳥だっていうのがバーッと出てきて、だーっとこう高度成長時代から、まあ、バブルを迎えるんですけどね、で我々の時って競合いるし物余りの時代ですし、もう食欲がほとんど逆にない状況じゃないですか、子供たちでも食べなさいって言っても残す時代ですよ、そういっても食べるのいっぱいあるんですね、だその食べるものをどういうふうにしてお客様に提供していくのかっていうのは今非常に経営課題の一つかもわかんないですね。だから価値をつけるって言ってもこの付加価値って口では言うんですけど、社員がこの付加価値って何ですかって多分心の声がやっぱり見えますよ、それを教えてあげないと
けないんですけど、すぐ答えを教えるのではなくて、やっぱり考えさせて、さっきのちょっとねギフトのお話もしましたけど、こっち都合でもダメだし、利益が出なくてもダメだし、かといって喜ばれないといけないし、この商品にどんな思いがメッセージが入ってるのかとか、そういうことも考えながら、やっぱりものづくりであったり商品の仕入れであったり販売であったりということを少しずつですけど分かってもらえるような、まあ問いかけであったり方針であったりっていうことを出してるつもりではいるんですけどね。だからすぐには当然できないと思ってますけど、でもね、今横でお伺いしてるとすごく熱意が伝わってる、そうですか、ね、社員の方にもすごい伝わってるんじゃないかな、なんて。まあ本当にただ上からでもないですし、で昔伊波さんとお話した時もやっぱり僕現場に入りすぎたことがあったんです、過ぎた時があったんですよ、まあ、それこそ伊波さんとね野口さんという方のアドバイスを言って僕本当に現場入らなくなりましたから、したらイライラするんだけど、でも汗こうせって言いたくなるけど、ここはずっとこらえてもう早3年とかなるんじゃないですか、2年とか、そうですね、ですね、だから、まあ、考えるようになりましたよ、だから、はい、だからそれをあとは今度業績に結びつけていく、またアクションしないといけないですよね。まだまだですけどね、まだまだ僕自身も含めてまだまだ。でも社員の方がやっぱ自発的に、ええ、一人一人が動いていらっしゃる状況が出てきてる、うん、手応えとしてはまず営業部長とか管理加工部長、うん、寮部長、現場の専務常務の次の2トップが、うん、なんかスイッチが入ってきたかなっていう感じですよね、やっと。金城さん、なかなかね、はい、やっぱり今人材不足って言われてますけれども、うん、その一方中の人材が自発的に動かないとか、ね、うんうん、社長さんからよくね、うん、伺うのはやっぱり人が、うん、もっと活発にね、自分たちでやってくれたらいいのになんていう声聞きますけど、うんうん、なんか金城さんの会社でも関連してる関わってる会社でもどうですか。そうですね、やっぱりまあ、いろんな経営者をやっぱり、まあ、職業から見てくるんですけど、やっぱり今の時点でいいものがあったとしても、やっぱ経営者の中で人を大事にする経営者の方と、まあ、そうじゃない経営者の方がやっぱりいらっしゃるわけなんですよね、うん、で、まあ、まあ人はまあ今リーマンショックの時みたいに逆に失業者が結構溢れてた時に、でその時には募集したらすぐ集まってくるわけですよね、うん、で今の時代って全く逆で、やっぱりなかなか人を大事にしてこない企業さんにはやっぱり人はやっぱり来ないし、集まらないんだ、うん、そういうように今変わってきてるんですね、うん、だからやっぱりそこでやっぱり働いてですね、よく感じるんですけど、その経営者の考え方、あるいはですね、一緒に働いてくれるスタッフっていうんですね、はい、先輩とか含めてどういう人なんだろうっていうことで、お金も必要なんですけど、うん、お金以外のですね魅力が感じられるかどうかっていうところに絶対必要ですよね、はい、必要ですね、今からね、はい、うん、今その社内でそういう人材を育成っていうところに注力されてますけど、はい、今後、ええ、高見さん展望というか会社としての、はい、そうですね、まあ、数字で言いますと、うん、今実は十数年横ばいで売り上げは、うん、まあ、利益はおかげさまで少しずつ上がってきてるんですけども、うん、まあ、135の壁とよく言いますけど、うち50億の壁があと目の前に来てるんですけど、これがなかなかクリアできない、うん、この50億のまず壁をクリアしたいんですけど、それプラス、まあ、やっぱりこの商品開発もそうなんですけど、魅力ある商品をお客様にどんだけ提供できるかですよね、私の経営理念を改めて再構築したのが、やっぱり正直誠実効率よくをモットーに、価値あるものを提供し地域社会に貢献するっていう、まあ、企業理念を改めて実は今年僕が自身が作り上げたんです。で、うんうん、相談役が作ったのはもう企業理念としてバージョンアップさせて、まあ、健康と明日の活力創造っていうキーワードがあるんですけども、はい、やっぱり50年やってこれたのはやっぱり誠実であり正直であり商売をしてきたからだと思いましたし、でこれからは、まあ、効率化っていう部分で IoT だ AI だってきますから、うん、そういった意味でなんていうんですかね、大きいことは言えませんけど、やっぱり選ばれる企業になりたいなっていう、やっぱり沖縄うちなんちゅから愛されて、あい耐震上等よねって、あっちの社員も含めてっていうようなね、そういう会社をまず作っていきたいなって、あとはやっぱり耐震に就職したいなっていう学生さんとか、うん、県民が増えてくれたらいいかなっていう感じで今イメージを湧いてます、持ってます、はい、そうなんですね、なんか
今日勉強になる話でもっと聞きたいんですけど、はい、一応先にですね、はい、あの何か宣伝したいとか、はい、ちょっとあの何かそうですね、あのビジネス的には B2B なので、うんうん、あの一般のお客様にはなかなかあの商品ご提案することはできないんですけども、ただ、私と友達になれば、はい、会社に来たら商品は買えますし、うん、で今取り組んでるのが実は沖縄県産の魚の、うん、冷凍刺身グレード、あー、アルコール凍結で実はもう間もなくこれも商品化で商品名が決まって、うん、いよいよ発売というか、まあ、お客様にご案内するんで、うん、この価値を分かっていただける高級ホテルさんなのか料亭なのか分かりませんけど、やっぱりこうしけだろうが台風だろうがいつも赤町があるというようなね、そういう価値のあるものをお客様に喜ばれるものをまあ作っていきたいなっていうことから生まれてきたんですけども、そういった意味ではそうですね、今後のまあとにかく県民に喜んでもらえるっていうことが一番の私の夢ではあるので、やっぱ食を通して笑顔が欲しいじゃないですか。いやあれ美味しかったよって、うん、また注文するからねとか今度メニューに入れるからねとか、うん、そういったやっぱり声が聞こえるようなあの商品作りであったり会社作りでありたいなと思いますね。やっぱ冷凍だとね、昔はあのそうそうそう悪いっていうのイメージがありますよね、はい、技術がどんどんもうあの限定してます。イラブチャーと赤町と支流湯とマコブと、うん、もうむすり赤人と、うん、沖縄県三大魚と言われるのとプラス、まあ、本マグロもちょっとやるのかな、うん、これも基本的に任せてます。僕がぐじゅぐじゅ入るともうるさくなっちゃうんで。ええ、ね、あの冷凍の方が美味しいっていう、ね、技術に、ね、うん、なったらまた素晴らしいかなっていう。そうです。だから取り立てをもうフレッシュに固めやるわけですから、ね。シールドだと時間とともに劣化していくだけなんで、ね、うんうん、生であってもですね。それの差別化をしていければなと思ってます。じゃ あ, あのホテルさん。はい、旅館さんお待ちしてます、はい、そうですねそしてそんな赤嶺社長から今日、はい、あのプレゼントを、あのいただけるという、実は今日最終的に三役にこの提案で確定したギフトがありまして、はい、中身はですね、和牛のたたきとそれから国産の伊勢海老とそれからスペアリブ味付けバーベキューソース味のスペアリブの3点セットっていうのがもう出来上がってますんで、これをプレゼントしようかな。さっき、ね、写真で見たんですけどね、すごい豪華ですよ。そうです、これびっくりしました。僕らもあの量と味と間違いなくあの喜んでいただける商品だと思います。しかも限定品らしくて、ね、そうなんですよ、実は限定なんですよ。あの漁獲量の問題でですね伊勢海老の確保の問題で、まあでも今後はその伊勢海老以外のこの単品で商品化もできるんじゃないかっていう話も出たんで、それはそれで実はネット販売も今後やっていこうということでずっと動いてはいるんですけども、なかなか現場の人間が忙しくてそこまでは行ってないんですけども、それのまあ通販、まあ、皆さんやられてるんで簡単に行けるかどうか分かんないんですけど、でも一般の方々にも気軽にこの食していただけるような環境を作ってあげたいですね。特にね沖縄の方は伊勢海老なんかびっくりじゃないですか。はい、じゃあ、はい、明るい人どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、欲しいと思われる方は、早速メールで、ご応募ください。メールでの応募法を申し上げます。タイトルは、おきびじプレゼント応募として、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、お電話番号、プレゼント商品名をお書きください。応募用のアドレスを申し上げます。 okibisi@fmnaha.jp 復唱します。 oibisi@fmnaha.jp です。おきびしアットマークと読みます。応募期間はこの放送から1週間ですので、12月の、4日火曜深夜0時まで有効となります。どしどしご応募ください。またこの番組は YouTube でも配信してますので、 YouTube FM 那覇で検索チェックしてみてください。今申し上げた応募用のメールアドレスを載っております。はい、ではどしどしご応募ください。はい、待ってます。それでは最後になりましたけれども、はい、皆さんにお伺いしています、赤嶺社長にとって経営とは何でしょうか。経営とは難しい質問だと思うんですけど、経営とは私自身そのものじゃないですかね。もう私が成長すれば会社も成長するでしょうし、私が怠ければ会社も業績は苦しむでしょうし、私がね辞めば会社だって辞むかもしれませんし、要は私そのものかなっていう感じがしますね。変な答え。でもなんかそうなんですよ。僕の中でよくわかります。企業はトップ以上の器にならないって言うじゃないですか。はい、やっぱり、ね、やっぱり私そのものかなっていう感じですね。はい、ありが
とうございます、はいはい、それでは、勉強になりました、今週の沖縄ビジネスサテライト本日は、株式会社大進の赤嶺社長にお越しいただきました、はい、貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、すみません、もっと聞きたくてから伸ばしてしまった、ね、時間が時間ないよねでもね、今日は一番勉強になったのはキーワードなんですけれども、ね、やっぱりね、自分、はい、あの自分磨きをやっぱり自分の成長しなければ、うん、社員も会社も成長しない、うん、絶対そうと思いました。そうですね、そこがね、はい、やっぱり一番のやっぱり社長の姿勢として素晴らしいなというところです。いやいや、はい、もう社長ってなんか一番偉いみたいじゃないですか、うん、でも、ね、偉いじゃないんですよね。で僕自身も社長って何かなってしか最初の頃ね、何なんだろう社長ってって本当に思って、誰も教えてくれないし、うん、自分でなんか模索しながら、もういろんな人の話聞くしかないし、本読むしかないし、自分で経験するしかないんで、そうですね、やっとです、はい、もっと聞きたいけど、もう時間がですね、カツカツしました。カツカツです。では、はい、はい、また次回、はい、あの人に学ぼう、おきみしぜー。